走れなっチャンネル。今日はなんとニャンエルちゃんとのコラボです。結構雨に降られながらその雲を抜けて今海老名に着いたって感じです。静岡でニャンエルちゃんとツーリングをしていろいろなことを聞きたいと思います。それでは出発。初対面でツーリング静岡の土地勘は全く私ないのでちょっとお願いしていいですか。いやもう任せてください私に。ほんもうね静岡って言ったらあれの庭みたいな庭せっかく静岡来たんだから、はい、連れて行きたい場所てか私も行きたいし、うん、あと食べたいものもあるので、おそれを一緒に行きたいなと思って。ご飯大好きなんで嬉しいです。おじゃあぜひぜひついてきてください。つけてるんですね。もう立ちこけが怖すぎて。そうなんだ。つけるか迷ったんですけど、でもやっぱバイクは傷つく方が嫌だなと思って確かにつけました。立ちこけしたことあります？あるんです。あのつけて次のツーリングぐらいかなの時に立ちこけっていうか、まあ、そのカーブしきれなくて転んじゃったことがあって。で結構一回こけちゃえば戻されますからね。なんかこう右左になってるんですけど、これはでも左でいいと思います。しか行けないですね。あそっか、やばい、道が分かんない。大丈夫です。ここ右かな、右かな。ちょっと待ってください。こっち。静岡って言ったら私の庭みたいな。待って、あ、三島に向かうんでしたっけ。東京の方が雨降ってました。あだからこっちめちゃくちゃ晴れてて暑くてびっくり、はい、急に寒い急に変わってきた。さっきまで晴天だったのに。でも私本当に申し訳ないんですけど、結構バイクに乗る日に限って雨女で。そうなんです。なんとそれは悪いぞ。あ、これ左行きます。右、あ、三島大社ありました看板。お、あ、本当だ、三島大社。ツーリングしてる時って何してます？なんか音楽聴いてるか、ブーンかとか。音楽を最近聞くようになりました。今までは結構走ってたんですよ、はい、でも音楽聴くとめちゃめちゃ快適なことに気づいて、うん、分かる。こんなに音楽って素晴らしいんだっていうのを最近気づきました。音楽の素晴らしさにバイク乗って気づいた私も。音楽の素晴らしさにバイク乗って気づいた私も。ツーリング日和です。やっぱり晴れてきました完全に、うん、空も。あ、晴れ間が良かった。あの一瞬の雲は何だったんだ。富士山、富士山見てください。あ、富士山だ、本当だ。ちょっと雲隠れちゃってるけど富士山だ。雨の日って本当に雨打たれるだけで辛く感じる。疲れるし。あ、ここか。半端じゃ続く。あ、変えてもらって色がなんか赤と黒でまとめられてて、あ、じゃあこのボルトとかもここから違くて、オーナーさんが前のねやってくれてて、マフラーとかもあのこっちのマフラーとかもこうやってボルト変えてたりするから、意外といじってるんだなって思ったら、これ乗ってる女子いたら話しかけるよねみんな。そうめちゃくちゃだから話しかけられる。そうなるよ。でも確かに私が男でも声かけるもん。絶対目立つよね。目立つ。ここが三島大社なんですけど、先にじゃあ近くにあって見えてる。あ、これか、うなぎたい焼き。うなぎたい焼き、これが気になってたんですよ。いいね。やっぱ三島といえばうなぎが超有名なことなので、はい、うなぎたい焼きを2つください。はい、はい、ありがとうございます。すごい、たい焼きじゃないんですよ。たい焼きなんだけれど、
なんかうなぎって大体もうご飯にこううな重、はいはいはい、形になって食べ歩きができない、うん、から食べ歩きをしてほしいって、うん、なるほどね。開けてたい焼きにしちゃえばいいんじゃないかってことらしいです。だから焼きおにぎり、たい焼き型の焼きおにぎり、米、周りが米、周りが米、だから中にうなぎ入ってるってことです。すぐうなぎだ、すぐうなぎ、すぐうなぎ、おいしい、おう、うんうんうん、これはおいしい、すぐうなぎだ。なんかさ、よくさ、一口目全然具ないじゃんみたいなさ、確かにあるあるだけど、詰まってる中にうなぎが、うん、うまっ、タレの染み具合も、十分にご縁がありますよね。あ、大事です、縁結びだと思って最後ご縁にするの。おみくじね。今こっちの方が良さそうだから、こっち見とくと、なんか離れ込むみたいな。あ、私から、何出そうかな、何出そうとか、ガチャみたいなガチャ、自分でね、引き寄せるものだから、金運かな、金運金運はこの一連の小槌かな。よし、じゃあねえりちゃんどうぞ。あ、無欲、無欲でね、無欲で、そっかそっか、そういうね、十分にご縁がありますよ、はい、これよし、あ、右上に書いてあるんですね。おお、あ、私は、え、あ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 、え、待って、せーので見せます、せーの、じゃあ吉、大吉、おお、すごい大吉だ、すごい、しかも私これね、金運だった、一緒、一緒だ一緒でした。愛情、縁談、恋愛についてはちょっぴり面白みがない感じ、隙間風が入らぬよう工夫が必要、縁談は早めにまとめること、あら、早くまとめないと、だからこう誰にしようかなとか選んでたらダメってことだ、こいつって決めたらシュッと、すぐ掴んで、すぐ掴んだ方が、妖艶大吉、おすごい、美男美女で個性的魅力のある理想的な組み合わせ、組み合わせってんの私組み合わせの人と出会えるってこと、あ、そういうことか、うん、自信を持って進みなさい、おいいことしか書いてない。仕事とかはね、今は安泰、何事も早めに手を打つ方が得策、ここで方針ややり方を変えると、そのマイペースを守ること、あれ、ちょっと待って、最近チャンネル名変えて方針、あ、走れラッチャンネル、シシ怖い怖い怖い、辛い、もう変えない、ここから変えないだからサウナと、を今始めてるからサウナとツーリングの方針、もう今から変えない、最大大きな目的を達成することができるとか、おお、大きな目標最近あるんですか、世界征服、ユーコリン系でしたっけなんかちょっと思っ、これ何、利き手じゃない方で結ぶのがいいんです、困難を乗り越えてこそ、なるほどね、あ、でもすごい上手い、よし、よし、え、器用、あ、でも、あ、ゆる、あ、無理だ、ちょ、最初だけ、最初だけちょっとちょっと、最初だけ右手を手伝い、よしよし、でも、器用かも、めちゃくちゃあ、いいんじゃない、あ、ゆるいけど、大丈夫かな、よし、あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、 OK、 すごい、私は普通に失礼します、え、言っといて、失礼します、言ってたよね、自己苦手なんですよ、苦手なんで、ちょっと取れない、きつくて、いや、そうなんだよね、すごい、私のさ、こんなゆるゆるでさ、左手で結んだことがいいですよね自分こんなきつくのしっかり結んでじゃリアルじゃないですか、鳴らしていいんですか、歩いて鳴らす、この音がこう、ジャを払ってくれるみたいな、いっぱい鳴らした方がいい、鳴らしていいんですって、なんだっけ、お参りするときはできるだけ大きく、あ、大きいと思ったの、大きいから
をちょっと丸くして、こうやって、あ、めっちゃ入れてる。そう。じゃあ神様の前でこうやって叩くの。いや、神様の前でちょっとずらして。ああ。こうやってなるさ。だから神様に気づいてもらうために。なるほどね。いや、私お願いしてますよ。気づいてねって。なるほど。ということで、にゃんえりちゃんに、はい、静岡ツーリングを案内してもらいました。いや、今回はね、こう押しかけて、しかもいろんな紹介までしてくれてありがとうございました。いや、もうそんな、そこまで言ってもらうとちょっと話が変わってきちゃうんですよ。迷ってるし、自分も初めての場所だし。確かに。いや、でもね、本当楽しかったし、この後、あのにゃんえりちゃんの方の YouTube の撮影も行うので、同じ日に動画出してるので、皆さんぜひにゃんえりちゃんの YouTube もご覧ください。お願いします。ということで、私のチャンネルも、チャンネル登録、高評価、そしてコメントもお待ちしてます。